こんにちは、しまこです。本日はちょっと謝罪しないとなっていうことがありまして、第1回のトイレットペーパーを紹介したときに、今時バージンっていうのを寒いおじさんと紙業界だけって言ってしまったんですが、正しくは寒いおじさんと紙業界およびオリーブオイル業界だけの誤りでした。すみませんでした。それともう一つ、本日ご紹介するものに関係するんですが、熊本のビニールシートで作った買っても後悔しない弱いバッグの回で、しまこは人より電気を使っているから、せめてマイバッグ絶対忘れないマンになろうと思いますとか言ってたんですが、めちゃくちゃ忘れてます。もうめちゃくちゃ。特にこの夏はほとんど忘れてる。あの動画からしまこのためにトイレの電気絶対に消し忘れないマンになってくださってた方、大変申し訳ありませんでした。本日ご紹介するのは、株式会社マーナ、シュパットミニマルバッグドロップ12リットル、税込み1980円です。まずパッケージをお見せします。じゃーん。すごくない？開けますね。箱から出したらめっちゃ膨らんだりして。すごい。手のひらより小さい。主婦の皆様はね、絶対にどこかで見かけたことがあろう、有名すぎるこのシュパットシリーズなんですが、これが確か40リッター入る大きいやつです。私がスーパーに1週間分まとめ買いしに行く時用のやつです。で、今主戦力で使っているのが、このシュパットドロップタイプ。割と前に買ったやつなんですが、16リッター入ります。で、今回買ったこれが、12リットル。ちょっと小さいんですが、耐荷重はこちらとこちらどちらも5キロとなっております。シュパットってね、その名の通り畳む時にシュパットを畳めるんですよ。こう。画角が狭くてごめんね。広げても、こう簡単に畳める。こちらがシュパットシリーズの特徴となっております。これも広げてみようね。やっぱり16リッターと比べると4リットル違うとだいぶ違いますね。でも普段の買い物だったらこれぐらいで十分かもですね。コンビニとかね。生地が薄いですね。全然。こっちも薄いけど、こっち透けるぐらい薄い。あとね、軽い。重さ測ってみようか。調理用の測りで何でも測っちゃうから。64g。すごい、25g。25? 軽。ノーマルタイプが 64g で、ミニマルが 25g。随分軽くなったね。あのですね、エコバッグが環境にいいかどうかという話をちょっとしたいんですが、ライフサイクルアセスメントといって、製造、輸送、販売、使用、廃棄、リサイクルという商品の一生がどれくらい環境に影響を与えるかっていうのを評価する手法があるんです。どの国で何年に調査したかによって数字が変わってしまうので、はっきりしたことは言えませんが、だいたいこのポリエステル製のものであれば、レジ袋50枚ぐらい断れば、環境負荷に貢献できているという感じになるそうです。ちなみに、紙袋だったら11回ぐらい。オーガニックコットン製だと2300回から2500回ぐらいとか言われています。オーガニックコットンってね、環境に優しいイメージあるけど、意外と負荷かかってるんだね。
これ本当に評価する国の事情とかで大きく左右されそうな感じなので、しまこはあくまで目安としてぼんやり捉えています。しまこの持っているエコバッグは全部ポリエステル製なんですが、いくらマイバッグ忘れちゃうって言っても50回は使ってると思いますよ。特にこれ絶対使ってる。少なく3つ持って1週間に1回使ったとしても1ヶ月に4回でしょ？ 1 年で48回。買ったのがいつなのか覚えてないけど、2020年のレジ袋有料化の時にはもう間違いなく持ってたので、最低2年目ですから、一応元は取ってるはずです。だから CO2 排出を減らした、環境にいいことしたって言っていいことになってると思います。この大きいやつはね、そんなに使ってないかも。これ持ち手がね、痛くて、家電の箱を持ちやすくするときにかけてもらうプラスチックのバンドみたいなやつあるじゃん？あれで持ってるみたいな感じするんですよ。食い込むっていうかさ、痛いんだよね。だから使用頻度低めなんだよね。50回使ってないかもしれない。話をちょっと元に戻しますね。しまこがなぜエコバッグを忘れるのかっていう話です。しまこは仕事の時はね、荷物がめっちゃ重いんですよ。書類とか仕事用の携帯とかスケジュール帳とか、日によってはパソコンとか着替えとかいる時もあって、水筒だって持ったら 500g は追加されるわけじゃん？だいたい環境に配慮した生活って荷物多くなるんですよ。もうね、肩がへこむぐらいリュックが重たいの。いつも肩紐のつなぎ目みたいなところからちぎれてきちゃってさ。だから 1g でもいいから荷物を減らしたいんですよ。だから寄るかどうかわからないスーパーやコンビニのためにエコバッグを持ちたくないの。で、その反動でね、プライベートで遊びに出かけるときは最小限の荷物で身軽でいたいんです。だから小さいバッグで出かけるの。そうするとね、エコバッグを忘れるの。じゃあどうすればいいのかなって考えたわけですよ。答えは簡単。持つのが嫌じゃないぐらい軽くて小さいエコバッグがあればいいんです。そこで、このミニマルバッグですよ。この小ささなら持てる。25g なら苦にならないでしょ、さすがに。ということでね、こういうカラビナをつけて、カバンにでもくっつけておこうと思います。本日の R は、リフューズ、いらないものを断る、です。しまこはね、レジ袋を買うこと自体は悪いことじゃないと思ってます。ポリエステルのバッグを1個作るのにレジ袋50枚分の環境負荷がかかる。コットンだともっとでしょ？別にレジ袋の環境負荷ってそんなに悪くないんですよ。海に出なければの話なんですけど。この間、亀のコースターを紹介した時に書いてあったけど、大西洋だけで推定3億個のビニール袋が流出しています。だっけ？流出しちゃってるんだよね。そもそもレジ袋が海洋ゴミで問題になってるっていうのが発端で、レジ袋をなくそうって言ってマイバッグ推奨になったんで、海洋ゴミと CO2 の排出量を天秤にかけて、あっちの方が環境に悪いって罵り合うのは建設的ではないよね。どっちも大事にできる方法を考えないと。要は、マイバッグ、エコバッグを作った分の CO2 排出量の元を取ればいいんですから。丈夫なエコバッグを買って、大事に何年も使い続ければ、海洋ゴミにも CO2 にも、どっちにも配慮できるしね。長持ちさせることが大事なんだと思います。しまこはこれでね、エコバッグさらに絶対忘れないマンになるので、トイレの電気絶対に消し忘れないマンの方許してください。このくだりがね、わからない方は、買っても後悔しない弱いバッグの方をご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ポチッとしていただけると喜びます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。